マンフレート・グルリット、マンフレット・グルレット、1890年9月6日から1972年4月29日は、ドイツに生まれ、ご半生を、日本で活躍した、舞台音楽とオペラの作曲家、指揮者、日本洋楽の功労者、ベルリンの富裕な家庭に生まれる。一族は教育界や楽団、花団で活躍する名家であり、 王子にピアニストでピアノ教材で有名な作曲家のコルネリウス・グルリットがいる。学長となるべく教育を受ける。クリント・シャルベンカ音楽院でハンス・ヘルマンとフーゴ・カウンに音楽理論をモーリッツ・マイエル・マールにピアノを指示したほか、ルドルフ・マリア・ブライトハウプトにピアノをエンゲルベルト・フンパーディングに作曲をカール・ムックに指揮を学んだ。ブレーメン劇場で活躍した後、ベルリンで 国立歌劇場の客演識者と高等、音楽学校の教師を務めた。1933年に大敗芸術のレッテルを貼られたため、政治的な無定権からユダヤ系にもかかわらず、ナチスに入党。これが後に汚点となり、戦後にドイツ楽団への復帰を断念せざるを得なくなる。1937年、ユダヤ人であるために、 党員資格を剥奪されて、ナチス政権からの逃亡をも論み、東京音楽学校からの打診に応じようとするが、ナチスの妨害にあった。1939年に、この絵秀でまの求めでようやく、ドイツを脱出、中央交響楽団の常任指揮者を務める傍ら、東京音楽学校の非常勤講師の資格を得た。1941年より、 藤原義江歌劇団の常任指揮者に就任。戦時中から戦後にかけて、数多くのオペラを指揮、多くは日本初演であった。1952年に、オペラ歌手の日高久子と結婚、ぐるりとオペラ協会を発足させた。また、同年に設立された二機会の指導にも着手した。また、戦時中から、オペラだけでなく、自作を含む、 器楽曲を数多く上演している。戦後は演奏活動の傍ら、英字氏に音楽評論の寄稿も行った。戦後、かつてナチスドイツ政府から受けた誹謗に対して名誉回復の裁判を起こしたが、ナチ党員としての過去を問題にされ、1957年に敗訴した。東京にて高い、ありがとうございます。